はい、どうもこんにちは、ホットサンドマンです。今日はレディがホットサンドを作ってくれる回です。じゃあ早速材料紹介してもらいます。ウィンナーと裂けるチーズとコーンとご飯です。っていうことなんですけど、今日はご飯使うっていうことなので、この辺のもの挟むみたいな感じですか？うん、そうです。ホットサンドの中にお米、うん、パンがあって、真ん中にご飯があって、うん、そうなんです。パンがあるってことですか？そうです。なんかイメージはわからないんですけど、うん。そうですよね。私もやったことがないんですけど、果たしてご飯とパンは合うのか。そんな料理あります、ライスコロッケってあるじゃないですか。なるほどね、ライスコロッケのイメージだそうです。カプリチョーザとかで、よく食べてた時期がありました。あのイメージっていうことですか？そうですね、ちょっと自信ないですけど、美味しく作れるように頑張ってみましょう。はい、ということでこの材料で作っていきます。で、作っていくホットサンドメーカーはこちら、アイリスオーヤマさんのホットサンドメーカーを使って焼いていくそうです。ということで、どんなホットサンドができるんでしょうか。早速ホットサンドを焼いていきます。こんな感じで切っていきます。で、このウィンナーをちょっと軽くホットサンドメーカーで炒めていきたいと思います。ウィンナー入れます。うん、いい匂い。この中にコーンを入れていきます。まあ絶対うまいですね。バターコーンとか美味しいですよね。これとビールを飲んで、もう今日一日終わりにしたいです。そうですね。じゃあちょっといい感じに混ざってきたので、ここでコンソメをね、入れたいと思います。入れます。ではいい感じに焼けたので止めます。ああ、美味しそう。ケチャップライスの具材はここまででちょっと完成です。はい、ではこのパックのご飯をチンしていきます。ご飯をボウルの中に入れていきます。先ほど作ったバターコーンウインナーをホットサンドマンに試食してもらいます。あ、はい。見てますか？美味しい。美味しい。うん、じゃあこれを入れていきますね。ちょっと色がご飯もついちゃってるけど。許してください。ちょっと、味が濃いめなんですけど、多分ちょうどいいと思う。ご飯と混ぜたらね、ちょうどよくなると思います。で、この中にケチャップソースですね。はい、じゃあ胡椒ですね。こんなもんかな。こんなもんかな。ちょっとまたホットサンドマンに食べてもらいたいと思います。じゃあちょっと。はい。味見をいただきます。気持ちいい。塩が。少なめ。全体的にパラーっといくぐらいかな。はい、こんな感じで
塩もね足していきました。多分ね美味しいと思いますよ。いやもう僕にはね大体見えた、あ見えました、はい、ではエリーさんの試食せずにこのままいきたいと思います。はい、では挟んでいきたいと思います。このまま使いたいと思います。味がね、うん、染みていいと思います、ね、うん、ベーコンの油とかね、バターとかベーコンじゃなかった味がついてて美味しいと思います。先ほどのこのケチャップライスですね、全部のせる？いやー無理じゃないですか全部はちょっといけるところまで頑張ってみたいと思います、うん、結構でも、うん、盛りますね。盛り盛りですね。こんだけ余っちゃいました。これはこれで後で食べたいと思います。このね、裂けるチーズを乗せちゃいますね。さらにちょっとご飯をね乗っけちゃいますよ。マジですか、それ挟まるかなこれはもう炭水化物の塊ですね。ちょっと下のパンが不安定だったので向きを変えてみました。おお、結構楽にいけた。なんか音が音がね、うん、重い響きましたよね。ずしって感じ で、うん、でチーズがこの辺にあったと思うのでこの形で切りたいと思います。このね半切り包丁も初めて使います。すごいドキドキする、ね、めっちゃ切れますよそれ。何ですかこれ、すごい、めっちゃ切れるでしょ。うん、めっちゃ切れます。一瞬でした。断面はこんな感じです。お皿にねトマトケチャップをのせまして、なんかレストランでこうあるような、おます。食べれる自信があまりないな。この辺で止めときますでは次にマヨネーズですね。これは何なんだあの外で見るライスコロッケです最後の盛り付けのパセリをかけていきます。でも濃くないですか？あーぽいぽいぽい、ね、なんかパセリかけるとやっぱ雰囲気変わる。あー美味しそう、うん、パセリの力は偉大ですね完成、ライスコロッケ風ホットサンドです。はい、完成しました。ライスコロッケ風ホットサンドでしたっけ、うん、はい、そうです。はい、なんかね見た目結構いいんですよね、うん、ご飯がなんか入ってるっていうふうには思えない、すごい洋風な感じです、うん、ちょっとじゃあ早速、はい、今日はおしゃれに、ナイフとフォークで食べますいただきます。ナイフとフォークって見たことないですね。うん、切れた切れた、うん、
食べるのね、結構むずいですね。はい、こんな感じでいただきます。うん、これうまい、うまいですね。ライスコロッケだ。ちょっと食べにくかったので、やっぱり手でいただきます。単純に言うとうまいです。これうまいな。お店で食べるライスコロッケとほぼ一緒です。お店で食べるライスコロッケより油っぽくないから、なんて言うんだろう、お店で食べるライスコロッケをもっとこうさっぱりさせたみたいな感じの味ですね。結構量があったんですけど、ペロリといけるかも。この中のお米も美味しい。ご飯とパンって合うんだっていうのが分かりましたね。ご飯とパン合うかな、うん、これは美味しいですけど、かどうかちょっと分かんないですもん。でも美味しい。これは避けるチーズは あってもいいと思うんですけど、まあ、なくても美味しいかな。今回結構分厚いから、避けるチーズまで熱があんまりいってないんで、避けるチーズのままいるって感じ。なんかうまいことを言いたいんですけど、なかなかこう上手にコメントできないんですけどね。米だけに。いや、そういうわけじゃない。ちょっと不本意なダジャレを言ってしまった。ちょっともう一口だけ食べて考えます、コメント。まあでも分かった。まずこれお米はすごくね、ご飯っぽくないんですよ。ちょっとリゾットっぽい感じ。レンジでチンするご飯使ってるかわかんないですけど、食べたら結構パラパラになる感じで、口の中で。それがご飯っぽくなくて、すごい相性がいい、リゾットの食感に似てます。ということで、ごちそうさまでした。完食しました。結局一つのホットサンドの半分食べたんですけど、結構もうお腹いっぱいです。残り半分はラップにくるんで冷凍庫に入れて、ちょっと好きな時に食べようかなと思ってます。なんかね、ちょっとホットサンドの可能性が広がる一品だったかな。今日挑戦したのはライスコロッケホットサンドでした。美味しくいただきました。また面白ければ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではホットサンドマンでした。バイバイ。